ちょっとあの放送席に上田晋司コミッショナーに来てもらいまして、どういう風な裁定が下ったのか、コミッショナー、一体どういうコミッショナー裁定が下ったのか、ちょっとあの説明していただけますか。長代選手が、決勝は降りると、はい、アスカに任せといたんで、はいはい、だから、松本と、はい、アスカの決勝戦になります。はい、決まりました。はい、今はレフリーはダンプ側は阿部を使ってもダメだと、はいはい、もし阿部をあくまでやるのなら僕は試合ホープと見ると。ああなるほどね。はい、これで守ってるわけですね。わかりました。まあ、いつもそうなんですけども結局レフリー問題が決着がついたようでありまして、今花道を通っていよいよバイオルサーズが登場してまいります。しかしこの優勝決定戦はまさに一本試合になりそうであります。依然として長代鎮佐もリングサイドに姿を見せておりまして、控え室には入っておりません。これはどうでしょう。ですからクラッシュ互角対決になる予想が濃くなりましたね。そうですよね。さあ、はい、今ダイオネサースが入場してまいりました。当然としているスマークトトライターリーナチーム互角クラッシュ対決といった予想であります。ご覧ください。相手が3人で来るんだったらこちらも2人で行くぞ、そういった感じで話してやっております。大いにやってもらいましょう。一人であれば、しかしまあこのところ極悪クラッシュの対決はエスカレートするばかりだったんですけども、お前は一人であれば一人だ。本当に宮本さん頂点に達しましたですね。本当ですね、はい、もうまあ、松本はですね、まあ、1対3といった戦い形式で今戦ったんですけども、はい、今度は逆にですね、長代の戦いを終えて今度は飛鳥ですからね、逆の意味で1対2となんか劣勢に立たされましたね。はいはい。さあ今 JA リングアナウンサーが選手を紹介いたしまして、いよいよこれから決勝が開始されます。本当に騒然としております。何が起こるか分かりません。異様な雰囲気の中でいよいよフェデレー会総合ジャパングランプリ決勝の時を迎えました。ダイオネスアースカ、おそらく今の試合を控え室で見ていたでしょう、控え室のテレビで見ていたでしょう。ダイオネスアースカ固い打ちの時がやってまいりました。そしてダンプ松本に対しまして、早くも何事か右打ちという青コーナーであります。もう一つ宮本さん心配なのは、久々謎のマネージャーがリングに姿を見せました。本当ですね、はい、ちょうどあの極悪同盟がですね 3WA の、 あの世界タッグベルトを取った時もこのマネージャーが登場してますからね。はい、いやなんとも不穏な空気がいっぱいのリング上であります。しかし秋山さん、はい、極悪同盟の暴走ぶりというのは噂以上でしょ。市内とか木刀のね出てくるのは、まあはい、まだあれですけど、ハサミとかね、はい、鉄パイプはひどいですね。見るに耐えませんね、いや今日は何度あの抑えすみちゃんもね立ち上がって、ダンプ松本にね絶叫をしたかも分かりません。そして今リングサイド、じっとリング上を見上げております阿部翔レフリーであります。もちろんこの決勝戦のリング上に上がることはできません。レフリーはジミー加山、あの人は大丈夫なんですか。はい、ジミー加山はもうちゃんとしたレフリングをやりますから、はい、この人にレフリングを任せたらちゃんとした試合がね、はい、大いに期待できそうでやります。ただ問題はやはり極悪の3人ですね。そうですね、はい、これがおそらくトリオで来るでしょう。しかしきっとですね、長代鎮佐も黙っていません。そうですね、はい、もうあ始まった。ですから極悪クラッシュの対決といっても決して過言ではありません。試合が始まりました。この試合は60分一本勝負ですね。はい、そうです、はい、さあ60分一本勝負、まさに地獄の一本勝負であります。ダンプが、そしてアスカが、フジテレビ開始争奪ジャパングランプリチャンピオンベルトをかけまして、さあいよいよ試合が始まりました。勝てばジャガー横田が持っている 3WA の真偽の世界チャンピオンベルトに挑戦ができます。大きな今年度前半戦を飾る一戦であります。いや素敵な笑いですよね、え素敵な笑みを浮かべておりますダンプ松本、まだしかし狂気を手にしておりません。ようやく
起こってまいりました。アスカコールであります。何か試合の雰囲気に押されて場内シーンと静まり返っておりました。ようやく声を揃えてライオネスアスカに対する声援コールが起こりました。しかし今日はファンも緊張してるんですね。コールも長続きしません、そうですね、はい、何かを考えているに違いありません。ダンプ松本非常に静か。さっきの試合と全然違いますね。はい、ちょっとさっきとは全く違いましてね、さあもうこうなりますとね、喧嘩殺法であります。まあしかしもう一つ考えられることは、さすがにダンプ松本といえどもですね、相当疲労があるんじゃないでしょうか。もう疲労はね、はい、もうこれはもうしょうがないですよね、30分戦うということは大変なことですからね、はい、ですから今静かにしながらですね、ちょっと休んでるんじゃありませんか。そうですね、それもあるとありますよね、作戦的にもね、はい、この辺りのもう駆け引きというのは十分にできる力、そしてキャリアを持っておりますダンプ松本。さあじりじりとやってまいりました。ついに出ました、マドのマネージャーが出ました。いやーこれが出てまいりますと男ですからね、ちょっとたまりません。さあ先ほどは長いおちにしか徹底的に痛めつけられました強気攻撃、そして今回はどうなるか。長いおちにしが突っ込んでついております。長いおちにしもけなげです。あーっとついにしが出ました、ムチですね、ムチですね、いやついにムチが出ました。おそらくこれをもうねきっかけにいたしまして次々にいろんな競技が入ってくるでしょう。ジミー香山このムチを捕まえまして関東を取っております。これです、こう来なくちゃいけません。まあ、場外はね、はい、先ほどの長谷選手がですねがっちりガードしてるんですけどね、はいはい、まあ、アスカにとっては戦いやすいでしょうね。おーっと今度は足を取られました、ヘルマカの後ろから行きました。さあ今度はライオネスアスカ反撃でやります。ライオネスアスカは盛んに流血の光を染めております。行きました、髪の毛がね赤く染まっております。さあアーテールボーを落としました。カウントが入りました、カウントもちゃんとしたカウントが入っております。まあこれなら安心ですよ、そうです ね、先ほどまではもう安倍首相のカウント、これなら安心して試合を見ていられます。さあ、まあ、スタミナという点では当然ライオネスアスカの方が有利ですから、じっくりじっくり攻めるこのアスカの攻撃っていうのは正解じゃありませんか。そうでしょうね、はい、やはりポイントをきっちりと締めてね、慎重に攻めた方が有利ですよね。そしてコーナーではじっと長いおちぐさライオネスアスカを見守っております。控え室には入りません、決定的な強気攻撃でやられました長与千草。しかしアスカの試合であります、アスカにこの決勝戦を譲りました。さあ髪の毛を掴んだ、ものすごい投げ、何か人間が投げているようには見えません、ぬいぐるみを投げるような乱暴さ、すごい足がロープにかかっておりました。眠っていたね松本 の、 エンジンが再びかかってきましたよね。そうですね、やはりちょっと休んでましたね。そうですね、計算して休んでました。この人が一旦暴れ狂うと体験であります。今がっちりと首に足がかかっております。ヘッドスターズに行っておりますライオネスアスカ、この試合は60分一本勝負、時間は十分にあります。さあジミー加山どちらかと言いますとライオネスアスカがであります。いいですね、さあ今度は両方戦になりました。あーっと変化飛んでいる真ん中のが行っております。そしておっとまたも長与千草がやられている、あーっと相打ちクラッシュ相打ち場外です、やられましたですね。さっと今リング上に帰ってまいりましたダンプ松本、今のなんか見てますと体は大きいんですけども非常にすばしっこい。
さあ60分一本勝負、序盤戦が過ぎようとしております。なかなか中に戻れません。カウントが続けられております。いや宮本さん、まあ、あの序盤戦といったところなんですけどもね、いかがですかね。そうですね、もう状況といえば、まあはい、ライノサスが有利なんですけども、しかしやっぱりガンプ松本の方はですね、何かこの切迫感といいますかね、はい、やはり先ほど戦った強みっていうのがね、うん、気合になって現れてますから ね、もう一進一退何とも言えないところですね、はい、全く痛みを許しません。いや今のエプロンから鉄柱攻撃を受けましたライオネサースカ。さあダメリングに入ってきた、どうか、と当たっていた、回転蹴り固め入りました。回転蹴り固めカウント1であります。アスカの構成です。さあ今度はどうするか、1対1、綺麗に決まりました。ジャイアンツの体勢に入ろうというんでしょうか、しかし捕まってしまいました。悔しがっているライオネサースカ、悔しかった、これがあります。思うようにいきません。ちょっとレフェリーのジニー加山に八つ当たりといった感じ。ライオネサースカです、思うような試合ができません。また睨み合いになりました。しかしダンプ松本はこの前直前でありますが長吉信子と30分を1回に戦っております。ああ手があった、レフェリーカードロックが入りました。もう1回に来ました、強烈であります。さあ一気に決めるか、ライオネサースカトップロープに上がった。さあ一気にどんなタイミングラリアートであります。さあカウントが入る、カウントとファンが一緒になって3を入れました。しかしジミー加山は2で止まっております。この思いダンプ松本に対しまして強烈のブレンバスター決まりました。ようやくライオネサースカ大技炸裂です。大技はね、3連覇が飛び出しましたけども、はい、バントもタフですね。本当です。今度はバックドロップの体勢です。バックドロップ100キロバックドロップ、さあ上から行く大和田4連発であります。ライオネサースカ、しかしこのバンプ松本から3カウントを取るというのは至難の技ですね。はい、攻めて攻めて攻めまくって大技を連発しておりますライオネサースカ、思うようにいきません。今放送席の前であります。相当疲れているダンプ松本、さあ放送席をジロッとにらんだ、軽く蹴りを入れました。いやー迫力十分のダンプ松本に対しまして泉ちゃんが怒っております。さあまたゆっくりと今リング上入場です。これに勝たなくちゃどうしようもないわけであります。一方ライオネサースカとしても夢にまで見ました 3AA の世界タッグチャンピオンベルト、ジャガー横田に挑戦したいという気持ちは誰にも負けません。さあそのライオネサースカが行きます。ライオネサースカが行く、あーっとダンプ松本の反撃であります。さあ殴り合いになりました、執念むき出しの殴り合いが展開されておりますリング上。今度はダンプが行った、一発で突っ込んだ、さあアスカが行きます、アスカが行く、さあダンプが今ロープに行った、今度はダンプが突っ込んだ、強烈なラリアート炸裂、カウントが入りました。果たして日本武道館8月22日ジャガー横田に挑戦するのはライオネサースカか、あるいはダンプ松本か。さあいや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 、場外でグリーンの試合が出ました、グリーンの試合が出ました、場外戦であります。試合は場外、さあライオネサースカ今リング上、しかしダンプ松本に捕まってしまいました。あーっとバックを取った、いないぞ、そのままいった。さあカウントが入るか、カウント1です。相手の体が大きすぎるんでしょう、ダンプ松本思うようにいきません。いやーっとまたジャイアンツスイングの体勢であります。100キロをジャイアンツスイングに持っていきました、伝家の宝刀ジャイアンツスイングが入りました。よく回ってます、よく回ってます。さあ上から行った、これはホールが取れそうだ。いや
3つは入りませんでした。本当です、惜しかったですね。今3つ入ったと思いました、はい、もうジャンプスに今6回転回したんですけどもね。そうですよ、よくやりましたね。さあもう1回いっか、今度はラリアート送った、一瞬にしてゴーンの体勢、危なかった、あそこは危なかった。あっとまたバックを取った、一気にいったジャーマンでいった、ミックが入りました。スープレックスホールド一気にいった、さっきのジャーマンで持っていきました。抱き合って喜ぶ長いおじいさん、アイルスアースカやりました、フラッシュやってやりました。アイルスアースカ見事に長いおじいさんの執念を話しました。しかしあの松本もですね、あの30分の激闘、そしてそれからも明日との、あの、まあ、言ってみれば延長戦になったわけですけどもね、はい、もうその激闘を戦い抜いたね、やっぱりあの体力、そしてこの根性ですね、はい、やっぱり極悪ドームのドンとして素晴らしいものがあったと思いますね。願わくばですね、一つ負けたんですから、ここはあの綺麗に引き下がればですね、ダンプ松本よくやったとみんな思うでしょうけどね、そうですね、はい、見事今上田真嗣コミッショナーがダイオムサーストの左手を上げております。再び抱き合っている長谷内草、本当に明日よく長谷内草の無念を晴らしました。今認定証が授与されます、読み上げられます。優勝されましたのにこれこれを認定いたし、表します。そして今フジテレビから勝利のブロンズド、そして副賞でやります。いやー、まあ今年ね、本当に全冠を飾るビッグイベント、フジテレビ回想ダッジャパングランプリ優勝したライオネスアスカ、悔しいの賞です。次のライオネスアースカ、千草の分まで頑張ると言っております。8月22日日本武道館が楽しみになってまいりました。改めてファンの声援に手を挙げて応えるライオネスアースカ、そして長与千草クラッシュギャルズであります。いや本当にいい試合でした。特にあの長与千草が時間いっぱい戦って引き分けた後だけにですね、何か長与が自分が戦って勝ったような嬉しさがと今リング上込み上げてるんでしょうね。そうですね、まあはい、あのライオネスアスカはね、私一人じゃなくてクラッシュの勝利ですと今、はい、そうそうマイクで語りましたけども、伝えましたね、はい、そうですね、はい、今日はリングサイドはですね、大沢いすみさん、そして秋山さんね、はい、大変な試合もありましたが、最後はいすみちゃん良かったんでしょ。良かった、本当に良かった、ね、何か立ち上がってあの極悪同盟にあのぶつかっていってましたよ。ワード好きなんでそういうの。すみちゃん気が強いみたいね。いやいや、でも本当に嬉しかったです。そう、はい、よかったですね。また応援に来てください。はい、秋山さん、はい、ダンプ松本いかがですか。ね、ダンプ松本選手はあんな反則しなくてもね、十分で技持ってる選手ですね。はい、そう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 、僕ぜひあの日本武道館見に行きたいですね。ぜひまたお待ちしております。ね、ありがとうございます。